皆さんこんばんは。ゆこのメイドの宮城です、ね、ということで本日は、8月の7日日曜日となっております。本日もですね月曜日恒例の混雑状況に参りましょう。現在12時24分になるんですが、大阪市五の花福の気温は33度でございます。で、最高気温が34度、最低が、27度となっております。本州のね、予報なんですが、土日以外はね雨が降らない予報が出ているのとともにですね、最高気温が軒並み34度で、予報が出ておりますので、皆様熱中症対策をしてきて、いただければと思います。年パスのね除外日の情報はこんな感じで、現在ね12時25分になるんですが、現段階でスーパーニンテンドーワールドの整理券発行されておりません。フリー入場となっておりますということなので、まあ簡単に言えば平日と何ら変わらないぐらいの混雑状況ですね、というような感じでございますので、本日も一周皆様と一緒に回りたいと思います。じゃあ早速ファッションチェックに行きましょう。メイドの土産だいぶプリティなセンス。そうかわいいやろ。かわいいじゃん。でも多分高級感、高級感ある。白で統一してるね。暑いからな。うん、暑い暑い。まあ見た目だけでも涼しい方がいいかなと思っていいかなと思ってということで、まあ一応同じような感じの服装でございます。じゃあ誰か今日長袖やねん。そうやね。そう、これねシースルーやから、ね、そう、あの日焼けねバチクソしてるから、うん、それをカバー、はい、そうそうそう、長袖の薄いのがいいよね。うん、カバーじゃなくてね、カバーやなって感じ。ああごめんかぶせてしまって、ねえねえ、すいません、こちらこそはいすいませんね、だいぶ唾当たりそうなもうギリギリやっちゃって。はい、失礼します。 OK です。はい、ということで、まあ本日もね、はい、2人とも半 T 半パンでございます。ね、で、たっくんどう ?1 週間使った感じ。これ何なんて読むの？ SO? SO? SUO か知らんけど SUO? そう、クールリングなんですが、たっくんどうやったこれ？ここは会社でも使っていってんねんけどいいね、めっちゃいいよ。あの朝がめっちゃいい、うん、ただね、これまあ欠点を挙げるとするならば、これね、もう溶けてるんですけど、こうなったらもうなかなか復活しないです。で、ツイッター情報でね、これの専用のこれがしっかりもうちゃんと取って入って、これをもう一回冷却できますよみたいなケースが売られてるんやけど、それもね、情報いただいてすぐネットでポチりに行ったんやけど、高額転売されてましたそうそうそう、ぐらいまあ流行ってるっていう感じです。まあ、それがあれば1日まあ快適に使えるんじゃないかなと思うんですが、逆に言えばそれがないと荷物になるから、これ正直、まあ、昼以降はバッグに4本5本入れといたらな、もう付け替えてちょっと邪魔かもしれないはい、ということで皆さん、ワンピースフィルムレッド見た？見た？見た。でしたかな？昨日ね、俺とたっくんとさやかで、3人でね、ワンピースフィルムレッド見に行ったんですけど、面白かったね。興奮を隠し得ないですね。得ないです。ファンはね、とりあえず見に行って損はない映画だと思いますので、見に行ってみてください。ほんでね、ワンピースのね、グッズも新しいの出てきておりますので、まあ、どんだけ小出しにすんねん。せーの、メイドの土産。Wash them all around. Remember.
はい、ご覧の通りね、はい、ビバヒル全然並んでおります。はい、はい、でまあいつも通りね、あのホテルレストランだけ紹介させていただきたいと思います。はい、この行きましょう、ね、はい。はい、ということで、ワンピースはねコレクタブルがなくなって、はい、新しいのが入ってたりっていうような感じです。はい、ね、そうそう、1個ちょっとこれね言っておきたいんやけど、言っちゃって、この前ショートとか TikTok とかでバギーとシャンクスのやつね出ましたよみたいな映像をショートで上げた時にね、はい、ネタバレコメントが入ってたんですよ。あそういうのもね随時もう即消しでいきますので、まあ好きじゃないコメントはすぐに消すで有名なメイミアですが、そういうのはねもう常に見張っておりますので、はい、ネタバレはもう特にねワンピースフィルムレッドのネタバレとかマジでしないようにしておいてください。ね、あもう事故やからね、はい、ほんまに。もう事故それはもうね、なので、すぐ消しますので、はい、書かないでください。お願いします。はい、できれば15日以降も、申し訳ないですが書かないでいただけると、ありがたいです。はい、というような感じで、ハンターハンターのコレクタブルが入ってましたね。はい、はい、いいよもう大したことじゃないし。はい、進撃グッズ変わらずです。はい、はい、特に帽子入ってるわけでもなくちゅうような感じでしたね。行きましょう。最近さ、ちょっと映画見に行きたいから、はいはい、ミニオンね、1個目から見直してるんよ。はいはいはい、見直したらなんかもう、あれやね、かわいい、これ見逃してたみたいな、これユニバにあるやつみたいな山ほど出てくる、ほんまにめちゃくちゃ面白いから、皆さんぜひ1回1個目から見直してみてください。多分結構見直してる人いっぱいおると思うけどな。やろうな。Sad story, don't feel pretty anymore. Well, we spent the bulk of our days feeling free, like we were properly stoned. Till you liked everything but the likes of me, I can't help but recall.
started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. We were having the time. キノピオカフェが、整理券対応に今なってまして、はいはいはい、最近始まったんですけど、1人1枚もらう必要があるみたいですね。で今日はちょっとね、俺らキノピオカフェ行く予定がないんでもらわなかったんですけど、ね、こんぐらいの紙がもらえて、その時間通りに行くとスムーズに入れますよみたいなのがキノピオカフェでは始まってます。熱中症対策らしいね。そうやね、キノピオ聞いたわ。
はい、ということで一周してきました。現在ね15時40分になるんですが、まだスーパーニンテンドーワールドフリー入場でございます。もうならんやろ。はいはいはい、まあそうやね、もうならんやろうな。まあこんなにねほんまに一日中フリー入場やったっていうのはほんまに日曜日でもねかなり久しぶりなんで、まあね、世間のまあいろんなねあの流行り病の増減とかがまあかなり大きく関係してるんじゃないかなと思いますね。うん、ってことはまあ平日はね、まあ、これ以上空いている可能性の方が高い。まあ、月曜日ね結構混んでたりするんやけど、でまあ今ね行ける人はユニバに行っとくのはいいかもしれないですね。せーの、バイバーイ。これ見てこれ。まあ今度ね持ち物紹介で言おうと思ってるんです。ちょっとね、コメントが苦手でね最近だ生まれてからのことを最近と言うんですよね。ちょっと苦手ですか、ね。